はい、皆さんこんにちは。ロクスタでございます。プロビデンスの後編になります。前編に関してはこちらの動画をご確認いただいて、ぜひこちらの後編と合わせて一緒に見ていただければと思います。後編では H207、 S101、 Z102 の3本をご紹介しておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。こちらの動画がいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた一本一本簡単な特徴をご紹介していこうと思います。はい、じゃあまず一つ目、 H207 ですね。でこちらまたシール見ていただければと思うんですけども、ハートブレイカーと書いてます。ハートブレイカーかっこいいですね。ハイブリッド構造で広いレンジ、高音質&柔軟性と書いてあるだけあって、比較的ケーブルちょっと細めなんですよ。なので、取り回しはとてもしやすいんじゃないかなと思ってます。特徴としてはレンジが広くてかなりフラットかつナチュラルということが書いてありますので、比較的何でしょう、このプロビデンス全体の中で言うと、ある意味特徴が薄いのかもしれません。ただケーブルであまりこう音の変化を逆につけたくない、ちゃんとギターとアンプエフェクターでしっかり味付けをしたものをそのままダイレクトに出したいって言った場合は、こういうケーブルが最も合ってくると思いますので、ぜひ聴いていただければと思います。はい、今度2本目はこちらの S101 になります。でまたこちらちょっと見ていただくと、スタジオウィザードとなってまして、いわゆるレコーディングの時に使っていただくことを想定している、ギターケーブルになっているそうです。でやっぱりこうレコーディングの時ってやっぱ広いレンジだったり、エフェクターたくさん使ったりとか、スタジオでも結構こう長いケーブル引き回したりとかすると思うんですけども、そういった時に出てくる、ケーブルの問題みたいなところをしっかり解決して、粒立ちのいい抜けがいい音を出すというのが、まずこのケーブルの特徴のようです。はい、じゃあプロビデンス最後のギターケーブルになるんですけども、こちら Z102 です。でこちらまた見ていただくと、先ほどのスタジオウィザードからライブウィザードとなっています。名前の通りライブに最適なケーブルというコンセプトで作られたもののようです。でスタジオでももちろんいいんですけども、ライブの時にちゃんと音抜けしてくれる、粒立ちのいいギターサウンドを出してくれるっていうところがポイントのようです。であとはチューブアンプとの相性も良くて、しっかり迫力のあるディストーションサウンドが出せますというところなので、後ほどの比較音源でもぜひ先ほどの S101 とこっちの Z102、どんな感じで違うのかというのをぜひ比べてもらえればと思います。はい、でリファレンスに関してはもうこれまでと全く同じです。こちらのカナレストレートストレートの 3m を使って、ぜひ今回のプロビデンスの3本のケーブルと、または前編の3本のケーブルとぜひ比較していただければと思います。でレコーディングの方法 もうこれまでとこちらも同じ、ペケペケのドライサウンドをアンプに送り、キャビネットから出てきた音をマイクで拾ってレコーディングする、いわゆるリアンプ方式をとっています。使っているギターもストラト、レスポール、テレキャスターで、こちらからクリーンサウンドとバッキングのディストーション、ギターソロ、さらに今回のこのカナレとプロビデンスの3本の計4本なので、 3×3×4 のやはり36通りのサウンドを収録しています。で前編の方でもお話ししましたが、そちらの方でも36通りありますので、プロビデンス全体としては72通りのサウンドを今回収録していますので、ぜひ前編も合わせてご確認いただければと思います。それでは早速比較音源聞いていただきましょう。どうぞ。
We'll be right back.